インドの仏教ナバヤーナ仏教伝統的仏教国勢調査による仏教徒分布インドの仏教は2011年国勢調査によると840万人以上の仏教徒がおり人口の約0.7%を占めるうちの87%が新仏教徒であり彼らは他の宗教を主にヒンドゥー教のカースト制度から逃れるために改修した不可植民であった その他13%はヒマラヤ北東部と北部地域の伝統的コミュニティに属している。仏教は古代インド16大国の一つ、コウサラ国に生まれたシャカムニがインダス川中流域で提唱し、発生した。インドは大陸に広まった仏教はヒンドゥー教社会の中でバラモン教、ヒンドゥー教といったベーダの宗教や、 ゾロアスター教、ギリシア宗教といった外来の宗教、そして民間信仰といった他の宗教と相互に影響を及ぼしながら発展した。しかし、エフタルやモンゴルの侵入による混乱、デリー・スルター・ン朝をはじめとしたムスリムが行った破壊、迫害といった外的要因、それにバクティ運動や富士一元論によるヒンドゥー教側からの巻き返しといった、 内的要因の結果、13世紀以降、教義のインドにおける仏教は衰微した。しかし、20世紀に入ってからは、インド内外からの働きかけにより再び神徒の数は増えつつある。インドは仏教発祥の地であるが、21世紀においては、インドの仏教信仰はほとんど消滅してしまった。13世紀初頭に、イスラム教の軍が、 ベンガル地方に侵攻し、仏教の拠点少女を破壊、虐殺したことによって滅んだとも言われるが、その後も霊災な集団として、インド仏教は、かなりの期間にわたって存続しており、ムスリム勢力の侵攻により、完全には滅んだわけではなかった。なお、カシミール、ネパール、東、ベンガルなどには、細々ながら仏教が存続している。 第二次世界大戦後には、スリランカから、ジョーザブ仏教が逆輸入されたり、チベットからの難民受け入れによる、チベット仏教や、日本、山明法事による、布教、インドの大学に対して、講師派遣など日本からの支援によって、2001年の国勢調査では、インドの仏教徒が800万人前後となっている。そうが、在仏信者の別なく、インドにおける、仏教徒は、 ヒンドゥー世界の一部であり続けた。故に、出家者に対しては、出身バルナは問われなかった一方で、釈迦は、カースト制度の存在そのものは否定しなかったし、仏教徒というカーストも形成されなかった。なお、紀元前4世紀末頃に、マウリア朝を訪れたメガステネスは、仏教をはじめとしたインド宗教の特徴として出家者、教団内部での平等性を挙げている。 また、釈迦がアーナンダに説いたとされるように、通過儀礼、葬儀といった日常儀礼は、葬が、ビクではなく、バラモン像によって行われていた。インドにおける仏教の特色は、極めて認識論的な行法を外しては、考えられない。この特徴は、他の地域に伝承され発展した仏教には見受けにくい。さらに、修行によって得られた知恵が重要な問題として、 意識される。その流れは、隆樹が起こした、中眼派や、魅力が起こし、無弱と世心が驚愕を体制した、ガ行有意識学派という、大きな潮流を形成する。これは、チベットにも伝播され、チベット仏教の基礎教学が形成されている。知恵を主題とする、方法論的流れは、部派仏教から、大乗仏教に通じるものであったと見られる。そのため、 相互の交流はほとんどないと思われるが、互いに保管しながら教学が形成されているように見える。インドの仏教の最終形態として密教に至るが、これは仏教が正方に伝播されるときに、その地域の考え方などから影響を受け、すべての事象を象徴化することによって体系化していったものと考えられる。また、インドにおける仏教は、 学派ごとに活動していたことに特色がある。この動きは南伝仏教などにも伝承されているようである。しかし、中国や朝鮮、日本、ベトナムといった大乗仏教圏では全く異なった形態が取られている。中国では学派というよりは寺院ごとのまとまりが強く、いくつかの学派が一つの寺院に並存することがある。また、日本では 個人の思想や教えによってグループが形成されている。一方、仏教徒には将来的に悟りに至るための過程として、苦毒を積み、良い構成を得ることが求められた。初期仏教においては、呪術、先生術、祖先崇拝、シャーマニズムといった民族信仰の儀礼、習慣は容認、黙認、忌避、あるいは禁止されていたものの、信言や、 防護士といった儀礼や、ジャータカや、アバダーナといった経典に見られるように、これらの要素の中は、時代が下るにつれて、仏教教団側にも取り込まれていったものもあった。13世紀に衰退するまでの間は、各国の王族の援助によって、流星衰退を繰り返す。大きく分けると、海峡から、教団分裂まで。 マイナス約100年間部派仏教の成立前3世紀頃、大乗仏教運動の交流前1世紀頃、密教の成立から7世紀頃の4つに分けられる。しかし、大乗仏教が成立しても、部派の教団は存続し、教理の展開がある。また、密教の方がは、大乗仏教に見られるし、中間派との密接な交渉は、途切れることはない。つまり、それぞれは、 重層的に共存していたと考えられている。英語では最初期の仏教のことを、プリミティブ、ブッディズムと呼んでいる。日本では、原始仏教とか根本仏教と呼ぶことが多い。このように呼ぶときは、シャーキャムニ・ブッダと、その時期弟子の時代を指すか、アショーカオ時代までを指す。シャクソニアその弟子たちの活動範囲は、インドの北東部、ガンジス川中流域であった。 シャクソンの晩年に、ようやく西方インドのアバンティ国に発展した。釈迦自身が使った言語は、古代マガダ語もしくは、古代東部インド語であったとされ、痕跡は、パーリ語聖典にも残っている。アショーカ王の時代には、西インドのプラークリット語の一方ことで聖典の一部が、成立し、後に、聖典用語となった。シャクソンが亡くなってほどない頃、 ラージャグリハ郊外に500人のビクが集まり、最初の結集が行われ、経典と律とがまとめられた。座長は、マカカショウ、京ア、アナン、リはユーハリが担当したと伝えられている。仏教が急激に広まるのは、マウリア朝、第三代、アショウカ王の時代である。彼は、仏教以外の宗教も奨励したが、何より仏教を広めるのに尽力をした。 この頃、解律の解釈問題で、教団内に対立が起こり、分裂しそうになった。アショーカ王カの仲裁もあったが、神座の長老たちが、新しい見解を否定して、ついに神座部と大衆部に、根本分裂した。仏滅後約100年のことで、この解律の意義のため、ビシャリで700人のビクを集めて、第二結集が行われた。さらに仏滅後200年には、 アショーカ王の時代に、パータリプトラで千人のビクを集めて、第三結集が行われた。根本分裂以後も、仏教の布教活動は盛んであった。西方のガンダーラからアフガニスタンへ、さらに中央アジアへと共戦は広がっていった。前三世紀中頃、スリランカのデーバーナンピアティッサの時代に、マヒンダビークが仏教を伝え、とに大聖者が建てられた。 以後、ここを中心に上座部が栄え、社会や文化に大きな影響を与えた。しかし、この後も、教団の分裂は続く。仏滅後300年の初めに上座部は、節一切有部と、雪山部に分かれ、節一切有部から徳、徳志部、徳志部から、北条部、県下部と部、清涼部、三輪林山部が分かれる。仏滅後300年には、 説一冊部から陰講部が、さらに四百年には、説一冊部から軽量部が分かれる。これらの主な分裂を含めて、上座部系十一部、大衆部系9部に分かれたと伝えられている。この分裂の中で、それぞれの部派は独自の聖典を持つに至る。これらの微屈たちの教団とは別に、在家者の中にも、仏教の信奉者は多く存在した。在家者は、 仏滅後に作られた遺骨などを収めた仏塔に参拝していたようである。信徒たちは人格の息吹が感じられる仏法を通して仏教を受け止めた。また仏塔には乱立てがあり、そこにレリーフで釈迦尼世尊の一大記が描かれていた。参拝者にその一大記を説明する僧が登場し、仏塔の維持と仏教の布教活動を専業としていた。 ようであるこのような仏塔崇拝、仏陀崇拝の動きはビクたちの活動とは別に、底辺に流れ続けていたと思われる。さらに、釈迦が亡くなってから、その偉大さを考える上で、他の誰にもできなかった成仏がなぜ成し得たのかという問題が生じた。そこで、前生から輪廻を繰り返しながら修行が続けられたのだということで、本章丹、すなわち、 全章の話がまとめ上げられる。そこには、インド各地に伝えられた伝説の主人公が、実は、仏陀の全章であったとされたのである。その大半は慈悲による、利他公を平易に説いたものであった。信者の仏陀崇拝は、単に釈迦だけではとどまらなかった。同じく悟りを得て、仏陀となったであろう、別の仏陀もまた崇拝することとなった。最初期には、 釈迦の伝説上の指導物であった上皇物であり、直近の未来に仏となる、弥勒菩薩への崇拝である。この崇拝にも次第に理屈がつくようになる。それが信仰となってくるのである。自らの罪を懺悔し、狂気をこい仏を散々し、自らの善行を仏に捧げるによって、自らも救済されるという、新たな儀礼の登場となる。そこで、 出家して、ビクとならなくても、広く、主情を救い取るという大乗という概念が、登場するのである。このような神徒側の動きと同時に、僧侶側にも大きな動きがあった。それは最初期の経典が、部派ごとに伝えられたために、部派間の聖典の突合せ作業を行わざるを得なかった。それまでの聖典は、ごく少数の人間を相手に、釈迦が説くというものであった。 そのバラバラな経典を主題ごとにまとめる作業が行われると、聖典に手を加えてはならないというタブーが破られることになった。新たな聖典の可能性がこの頃から芽生えたと考えてよい。そのような時に、ことに知恵や演技を説明する、般若行が成立する。あたかもいくつかの聖典を編集したという形ではあるが、そこには、 空という独自の視点で演技を説明した経典であった。さらにこの経典には、信徒たちが築いた参拝活動を是認する論理が書き加えられた。このように信徒の運動と愛好をして大乗経典が編纂されていったのである。これらの大乗経典は、ほぼ三期に分けて見られる。初期大乗経典、般若行、結馬行、法華行、 無量樹形三世紀には龍樹によって、空の理論が体系化され、中眼派の基礎を作る。中期大乗経典昭満行、涅槃行、海神密教、大乗浴びだるま行、五世紀には、無弱、世神兄弟によって、湯河行有意識学派が生まれる。後期大乗経典両河行、大乗密言行、六世紀になると、 大乗経典の中にも密教の方が,が見られる。インド仏教が密教化したのは周辺の宗教から影響を受けた結果である。バラモン教やヒアーリア文明を検証してヒンドゥー教と同じ基盤の上に大乗仏教の一環として成立した。ことに呪術、儀礼を強調することで当時はライバルであったヒンドゥー教に対抗できる大乗仏教として発展していった。 この密教家は、周辺の土着文化や宗教を、自らのものとして取り込み、各地の民族宗教と一体化しながら、展開されたので、大乗仏教の新しい領域を広げるという面では、大きな力を発揮した。七世紀になると、大日経や、本語いただき量が成立した。また密教家の過程で、ヒンドゥー教やイスラーム教の台頭に対抗するため、仏教保護と、 音的幸福を祈願する、フンド賞の五表尊が、次々と誕生していった。さらには、ヒンドゥー教者アクタ派のタントラやシャクティ信仰の影響も、受けた。しかし、ヒンドゥー教に習って、マントラを唱えたり、多数の新規な仏尊が、礼拝対象となったり、さらには、仏法の中心が、大日如来や今後を去った、発信不言となったり、 タントラの影響で性的な修行をも取り入れたりした。また、後期インド仏教とヒンドゥー教との差別化が曖昧になるにつれて、後期インド仏教のヒンドゥー教に対する劣勢は確定的になった。カスピ海周辺部の遊牧民族の一部が南下投稿して、前2000年頃、インドにアーリア人が入ったと推測される。その頃には、インダス文明が栄えていたが、 後に砂漠化で衰退した。全1500年頃には、パンジャーブ地方に信仰四国の基礎を築いたとされる。この頃から数世紀にわたって作り上げられたのが、ベーダである。この経典によって成立したのが、ベーダの宗教であり、そこには支配者としてのアーリア人によって作られた、規範が盛り込まれている。全1000年頃になると、彩色を取り仕切るバラモンの力が増大し、 あまりに強固になったので、再色市場主義を批判する者たちから、ウパニシャッド哲学が起こってきた。この新たな運動は、バラモンが優位に立っていた政治的制度的力を再検討し、本来のベーダに回帰しようとの動きでもあった。このような運動が推し進められて、さらにはベーダそのものからも自由になろうとするシャモンと呼ばれる自由思想家たちが登場する。 釈迦も、その一人であった。当時のモ門たちの基本的な方法論は、瞑想などの修行によって、認識論的にすべての束縛からの下脱を求めようと、するものである。それは、ベーダやウパニシャッドからも下脱しようとするものであった。侵略者が、略奪や火を放ち修道院を破壊された、ナーランダ僧院。旧階建ての図書館は3ヶ月間燃えたと伝えられている。 マウリア朝のアショーカ王は仏教を手厚く保護し、寺院建設や仏教の布教を援助した結果、仏教はインド全体に広まった。アショーカ王は最初から仏教徒であったわけではなく、インドを統一後に自分の言った殺戮を後悔して仏教に改修したと言われている。また、当時はローマ帝国との東西交易により、インド経済が発展。 繁栄し、ビジネスで成功した富裕層が仏教に消え、支援していたこともインド仏教の交流の社会的要因の一つである。それ以降のクシャーナ朝、サータバーハナ朝、グプターサ、バルダナーサ、パーラ朝等の北インド歴代王朝は仏教を保護し、ガンダーラ美術とグプタ美術と呼ばれる仏教美術が盛んに作られた。 グプタ町のクマーラグプタ一世は、ナーランダ僧院を壮大な建物に改善、修復を実施し、数千人の学僧を集め、仏教教学を中心に、医学、天文学、数学などを研究した。世界最古の総合大学の一つでもある、ナーランダ僧院で学級が進められ、その成果が、ベトナム、中国、朝鮮、日本、チベットに伝わった。 バルダナ朝時代には、現状三祖が、ナーランダ僧院に留学し、海外に指示して、有意識を学び、各地の物石を巡拝した。パーラ朝のダルマパーラをダルマパーラによって、ビクラマシーラ大学が創設された。チベット人の資料によれば、五つの大聖者があったと、されている。ビクラマシーラ大学出身の仏教僧アティーシャは、サキャハノコンチョギエルポ。 カギュ派のマルパと共にランダルマ王以降衰退していたチベット仏教の中高のその一人である。また後期インド仏教はベーダーアンタ学派やミーマンサー学派、ヨーガ学派などの六派哲学の賢人を輩出したヒンドゥー教の台頭と流星、タントリズムの流行の影響を受けてヒンドゥー教家し埋没化しつつあった。南インドではサータバーハナ町の保護の下で ナーガールジュナは、大乗仏教運動を体系化したとも言われ、セイロン、カシミール、ガンダーラ、中国などからの僧侶のために印を設けた。この地は後に、ナーガールジュナコーンだと呼ばれる。また、パラバ朝のダルマが、中国に伝えた教えが全集となった。1九9三年に、ゴール朝の相場なびきかの将軍、ムハンマド・バフティアール・ハルジー率いるトルコを、 ムスリムの侵略によって、ナーランダソーイ院やビクラマシーラ大学等の偶像崇拝を否定する名目で、仏像や仏教寺院は破壊された。13世紀以降、奴隷王朝やデリースルターン朝等のイスラーム王朝設立によるインドのイスラーム化により、イスラーム到来以前から衰退の途上にあった、インドの仏教は決定的に没落した。インド仏教の衰退後も、 ミャンマーに近いベンガル地方では戒立を重視するカミザブ仏教の集団が現代まで非常にわずかながらも存続しているが後期インド仏教であるタントラ仏教や後期密教はネパールやチベット地方に伝播してインドからは姿を消していった19世紀後半イギリス人によってダイバダッタの系列という森林修行者の集団が報告されているこのことは 結集に参加しなかったグループがおり、この時期まで存続していたということなのかもしれない。現在は不明。ダルマパーララクナウのアンベイドカル記念公園。ムンバイに建てられた巨大なビパッサナー人。インドはダライラマ14世の亡命を受け入れた。近代に入って、ダルマパーララ大母大会の運動によるスリランカからの仏教再入があり、インド独立直後、 ビームラー・オラームジー・アンベイドカルの率いた社会運動によっておよそ50万人のダリットの人々が仏教へと改修したことでインドにおいて仏教徒が一定の社会的勢力として復活したインド政府の宗教統計によればインドでの仏教徒の割合は1961年に0.7%であったが2001年には0.8%程度である増加しているのは イスラム教徒で、同年を比較すると10.7%から13.4%で、ヒンドゥー教徒の割合は低下しており、同年83.4%から80.5%で、ある。キリスト教やシク教などは、仏教と同じく横ばいである。一方で、インドに帰化した、日本人総査最終例は、 日本のマスコミ各社に、インドの仏教徒はすでに1億人を超えていると主張しているが、全く根拠がない。ダリットを基盤として復活したインド仏教は、アンベイドカル仏教と揶揄されるように、アンベイドカルの仏教理解に立脚しており、仏教の基本教理とされる輪廻による、因果応報を、カースト差別との関連から拒否するなど、その合理主義的な教義が、 不可植民の解放運動の一環に過ぎないと指摘される側面もある。加えてカーストと関係のない布教活動を行う神座部との二極化も進んでいる。イスラム教徒の弾圧でインドから仏教が消滅したため置き去りにされていた仏教の遺跡の多くは史跡公園として整備され現在管轄地域の州が管理している。また、 インドの推薦によりナーランダやサールナートは仏教の聖地として世界遺産候補に指定されている。1959年3月31日にジャワハルラールネルー初代首相はダライラマ14世のインド亡命を受け入れた。1959年10月20日に開始された中印国境紛争以後も ダライラマ14世を保護し続け、インド北部のダラムシャーラーに、ガンデンポタンと多数の亡命チベット人を今日まで受け入れ、チベット仏教文化の拠点となっており、リトルラサとも呼ばれて、観光地として人気が高い。ビパッサナー瞑想の在家指導者、サティアナライアンゴエンカによる、ビパッサナー運動は、宗教の枠を超え、インドのみならず世界でも活動した。 ムンバイに建てられた巨大なビパッサナー人は直径97メートルの石造りのドーム。8000人以上が一度に瞑想できる。竣工式にはインド大統領も参加した。2012年にご縁家はパドマ賞をインド大統領から授与された。ありがとうございます。